安倍総理大臣は俳優の杉良太郎さんに対し、長年にわたって日本とベトナムなど、アジア各国との文化交流に貢献したとして、感謝状を送ることを決めました。長年にわたり日本とベトナム、さらには ASEAN をはじめとするアジア地域諸国との文化交流活動を通じ、日本とアジア地域諸国の文化交流および文化振興に多大にま貢献をされた。 杉良太郎さんはこれまで資材を投じて学校の建設を支援してきたほか、日ベトナム特別大使を務めるなど、日本と東南アジアとの交流に携わってきました。ASEAN 外交に力を入れている安倍総理は近く杉さんに感謝状を直接手渡す予定です。